国鉄と2万1600系貨車は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道省に在籍した、無害貨車である。1914年から1917年にかけて、日本車両製造、天野工場、汽車製造支店及び鉄道院朝日川工場で、製造された、15トン積みに軸無会社で、製造数は2096両である。 1928年の消防規定改正により、トム1型に改称された。日本で初めて荷重を15トンとした二軸無会社である。荷台の内寸は、長さ 6930mm、幅 2200mm、側板の高さ 1000mm、つま板の高さ 1280mm であり、床面積は15.9平方メートル、容積は36.6立方メートルである。 側板の構造は、車体中央部に幅 1628mm の観音ビラ機式の構成扉を設け、その両側は木製5枚側の内株2枚を煽りととし、上部の3枚は固定式としたもので、初の15トン積み無害車ということもあり、強度に配慮したものと推定される。俗に観音トムと呼ばれるグループの一つで、床面も木製である。 次級と24000型との最大の相違点は、車軸がと24000型では長軸であるのに対し、本形式では短軸とされている点である。その他の主要所元は、全長7760から7947ミ、mm、リメートル、全幅2354から2598ミ、mm、リメートル、自長6.5から8.0トンである。下回りは、 軸距3900から3 9 6 2ト、mm、ルで軸、バネ受けは収式となっており最高運転速度は時速6 5トルである。前述のように本形式は1928年の称号規定改正によりトム1型とされた。この時点でと23700系及び トフ2万900型への改造車と廃車があり、トム1型となったのは2028両であった。その後、土砂1系の復元及び、ワム3500系、スム1型、ヨ1系の改造車並びに、私鉄買収車が編入されたため、最終番号はトム2525 25である。また、二者現存車の改版により、トム2030、トム2034。 トム2367トム2375トム2492が出現している。本形式はハムヨ用ム会社として全国で使用されたが、トータは昭和20年代後半から本格的に進んだ。1959年度に姿を消したが、書類上は1985年度まで在籍していた。前述のように、 ト2万1600系時代に24トン積みのト2万3700系及び、無害関級車、トフ2万900型に改造されている。ト2万3700型は、1918年に20両、1920年に30両が、ト2万1600系の改造により、大宮工場で製作された、24トン積み資産、軸無害車である。 常磐端の輸送用の大型無害車として試作されたもので、側板とつま板の上部に5枚分を継ぎ足し、煽り戸開き戸を改造するとともに、大枠中央に一軸を増設したものである。1928年の商法規定改正では、土砂一型に解消された。改造仕様により3種の車体がある。これは量産に先立ち、 使用上のデータを収集するためと推測される。第一のタイプは、煽り道を4枚分とし、開き道上部に移設したもので、つま板も上部が山形となっている。重量が1918年に、量産車として30両が1920年に製作された。1928年の称号規定改正では、両ロットが連番の土佐1土佐40とされた。 第2のタイプは、煽り戸を下部の3枚分とし、開き度はそのままの位置として、つま板上部を山形としたもので、1918年に五両が製作された。1928年の称号規定改正では、第1タイプの続版の土佐41土佐45とされた。第3のタイプは、第2タイプと車体は、ほぼ同様であるが、つま板上部をフラットとしたもので、 1918年に五両が製作された。爪板が低い分積採用積が他のタイプより少ない。1928年の称号規定改正では第二タイプの続番の土四46土佐50とされた。本形式は結局のところ使いにくかったようで、1930年から1931年にかけて全社が復元され、トム一型に編入された。 トフ2900型は、1919年に大宮工場でト21600型から15両が改造製作された13トン積み無外観給車である。車体の一端に車掌室を設けており、外観は L 型で中央部の観音開き扉も損置されている。1928年の称号規定改正ではトフ250型に改められたが、 1936年に車掌室を撤去してトム5000型に編入された。リ2500型は1952年に旭川工場にて100両、苗保工場にて50両の合計150両がトム1系及びトム5000型から改造製作された雪車用の10トン積みどん車である。全車が常備駅を北海道内にのみ定めた。 専属貨車として運用された。煽り戸と爪板は低くされ、中央部にあった開き戸は煽り戸に変。1960年までに全車が廃車された。1957年9月6日に、三井や市別鉄道へ給料が譲渡された。私鉄譲渡は極めて大量であり、ここでは文献上でわかるだけを記す。1948年に、 トム403が、神原鉄道に払い下げられ、同社のトム1型となった。1985年6月20日、路線縮小に伴い廃車された。同年5月、3両が上新電気鉄道に譲渡され、トム1型となった。1949年1月に2両が、三井屋市別鉄道に譲渡され、トム1型となった。 これらは1964年7月に廃車となった。同年4月に五両が三菱大夕張丹広市に譲渡され、同社のトム1型となっている。同年4月に五両が美梅鉄道に譲渡され、同社のトム1型となっている。同年8月に五両が西能鉄道に譲渡され、同社のトム1型となっている。これらは車体構造が2役に不便をきたしたため、 1965年から1966年にかけて総煽りと構造に改造されたが、1968年10月1日、国鉄ダイヤ改正により高速化に適合せず、同年廃車された。1950年5月に3両が参議鉄道に譲渡されている。これらは同時に譲渡された、トム5000系6両とともに、トム500型とされたが、翌年、 ワム200系及び、スム400型に改造された。1953年6月に3両が、太平洋石炭販売輸送2乗とされ、同社のトム1型となっている。1954年3月に5両が差し、別鉄道2乗とされ、トム1型となった。1958年9月には、3両が、小名浜林港鉄道2乗とされ、トム20型となった。 トム22は1963年12月、残りは1964年12月に廃車となっている。西武鉄道へは200両以上が譲渡され、トム501型として使用された。これらのうち、百五十六年、百五十七年、及び百五十九年に十五両が川崎製鉄に、百五十九年に五両が日本ニッケル鉄道へ、 上都されている。時期が地方私鉄の木工期に当たっていたため、多数の私鉄に同経車が搭乗した。後年、鉄道省に買収され、トム1型に編入されたものだけでも、14社、鶴見臨港鉄道、北海道鉄道、南部鉄道、中国鉄道、いぶり縦貫鉄道、西日本鉄道に及ぶ。津軽鉄道トム一津軽鉄道トム一型は、1929年、 日本車両製造支店製のトム16000系の同系車で、津軽鉄道開業用として12両が製造された。国鉄直通貨車としても使用され、識別のため番号に二重河川が引かれている。2011年4月現在も3両が車席を有している。北九州鉄道トム三百型は十五両が、百三十七年十月一日に買収により、 国有化され、トム1型に編入された。富段鉄道トム1型は、1928年7月3日に、日本車両製造にて1両が製造された、トム1系の同系車である。富山地方鉄道を経て1943年6月1日に、戦時買収により、国有化されたことにより、トム一型に編入された。鶴見港鉄道と型は、 1926年3月、鶴見木工所製の重量及び1928年から1929年、日本車両製造支店製の25両の計35両である。1943年7月1日の戦時買収により国有化され、富一型となった。1928年には、鉄道省の車両省号規定改正に伴い、 と2001型から荷重を組み込んだ形式称号に変更している。1923年から1925年にかけて日本車両製造、天宮や北海道鉄道が1943年8月1日に戦時買収により国有化されたことにより、と47を除く36両がトム1型に編入された。南部鉄道と101型は、 1927年に日本車両製造東京支店で30両が製造された。1928年の鉄道省の改版に伴ってトム101型に改められた。製造年時の関係でメートル法により設計されており、砂利輸送のため床は後半制であった。当初はブレーキシリンダーを装備していなかったが、1929年11月に、 小線直通用として20両に追設された。本形式は1944年4月1日の戦時買収により鉄道省に編入され、トム1型と解消された。イブリ重官鉄道トム1型は1940年5月9日、記車製造制のトム1系の同型車で12両が製造された。イブリ従官鉄道が1944年7月1日に、 戦時買収により、国有化されたことにより、トム1型に編入された。統計式には、イブリ鉄道から引き継がれたものもあり、トム33、トム36の4両が存在した。こちらは1928年9月11日、日本車両製造本店制で、製造時は、トム1、トム4と称したが、国有化に伴いトム1型に編入された。製造時は、 空気ブレーキを装備していなかったが、1932年2月に、トム33、トム34について取り付けを行った。ありがとうございます。